ってきたよ。こんにちは、山下イギングマイスターの川上です。普段私たちが訪れる釣り場、堤防、砂浜、磯、いろんなシチュエーションの釣り場があるんですけど、実はこれらの釣り場からイカが狙って釣れます。そのイカ釣りで使う日本で生まれた日本発祥の疑似餌、エギという道具を使って行うエギング。今回はこのエギングについて、エギのルーツ、そして必要な道具装備、そして必要なアクション釣り方から解説を交えての実況編まで数回に分けてお届けします。よろしくお願いします。そして今回エギングで狙うイカ、確かにいろんな地域で、ヨーロッパだとヤリイカ、大きなその長いスイカ系のヨーロッパヤリイカであったり、カラマリと言われている種類ですね、それとスルメイカ、いろんな種類のイカがいます。今回ご説明させていただくのはアオリイカ、ビッグフィンリーフスクイットとかコーラルスクイットとか、そういう言われ方しているイカです。きちんとあの水温が下がるエリアでは大型化して、その胴の長さが30センチ40センチ以上になるような大きなイカです。そしてその泳ぐためにそのヒレがついてるんですけど、それがボディ全体にわたってあのついている、非常にこうユニークな形をしているイカなんですけど、このアオリイカ、実はあの世界でもその赤道付近に位置する国だと広範囲で狙えます。もうヨーロッパでもその赤道に面しているエリア、まあ、黄海周辺もそうですね、あとアフリカ大陸の、この赤道付近、アメリカとあとオーストラリア圏、もちろん東南アジア、アジア圏、日本、その幅広い国に狙えるアオリイカです。このエギングで使用するエギなんですけど、ルーツは400年ぐらい前にこの日本の南部、九州と呼ばれるエリアに伝わって、そこから現地の漁師さんによってその釣りをしながら磨き上げられたと伝えられています。でそもそもの生まれたルーツっていうのは、その夜漁師さんがイサリビというものを焚くんですね。夜明かりがないので松明、木を燃やして明かり代わりに使っていました。それが日が昇って朝になると漁を終えた時にいらなくなるので、それを海に燃えた炭を投げ入れた結果、その燃えかすにアオリイカが浮いてきて抱きついたんですね。でそこから当時の漁師さんは、この木がアオリイカに対して使えるかもしれないと、漁具として使えるのではないか、そこからエギが生まれました。そしてこれ当時のエギにほど近いデザインのエギなんですけれども、非常にシンプルです。木を削って針、カンナと呼ばれる針をつけただけのシンプルなものです。そして沈めるための進化ですね。これ現在は鉛であったり、そのいろんな金属が使われているんですけれども、当時はその専用のものがなかったので、こういった当時の貨幣ですね、それを水深によって何枚も入れたり、浅い場所では1枚だったり2枚だったり、深ければ3枚4枚と、そういうふうに足して進化代わりに使用していました。でそのエリアエリアによって、その形状も使う漁師さん、そしてエリア、水色、水深によってどん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 進化していきます。木の削り出しからこの後焼き色をつけて模様をつけたり、その色をつけたりしていきますね。そして形状もしゃくったり、その船で引くようなそのトローリングの形状、さまざまな形が生まれていって、この後この木のエギに着色が施されるようになります。腹を白く、そして背中に色をつけて、そしてこれだけではまたあの彩色が単調なので、さらに色彩に変化を持たせるために布を貼るようになりますね。かなり現在のエギに近いんですけれども、布を貼って、さらにその下地、ボディのカラーというものも重要視されていきます。でエギの形もどん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 磨き上げられて、現在のその主流のエギは大板型と呼ばれる形をベースに、進化の形がより進化して、頭の形状もより細く、そして紐の愛から今のルアーのような愛になり、より動きに特化した形になっていきます。そして素材自体はもともと木だったんですけど、そこから硬質のあの発泡ウレタンボディに変わり、現在では品質の安定化、また量産、たくさん一度で生産できる効率化のためにも、プラスチックの樹脂を使ったボディで、
その一本一本が非常に安定した品質を持って、あの世の中にリリースすることができています。でこのエギの形状なんですけど、実は昔からほとんど姿形をあまり変えていません。布が貼られてからですね。でこの大板型というエギをベースに現在のエギはデザインされていて、非常にこう横の動き縦の動きにも万能なタイプのボディです。でそのエギの基本的な機構というのは、進化が前についていてフックが後ろについています。カンナと呼ばれるフックですね。でこの針には返しがないので、刺さりはいいんですけど緩めたりするとボディから抜けやすい。エギ自体は進化が前にあるので、およそ45度ぐらいで、その何もしない状態だと45度ぐらいで前に沈んでいくような、その沈下速度でデザインされています。沈下の姿勢と、そして後ろからイカが触ってアタックしてきた時にフッキングしやすいように後方にカンナがついています。この45度で前に進むっていうのが非常に重要で、その前に逃げるこの角度、沈下のスピード、その前へと逃げる動きがアオリイカを誘う要素になっているんですね。その動きは昔からエギが生まれた時代から現在にも息づいているエギの基本的な性能とデザインです。エギが漁具として使われていた頃はサイズは非常に大きなものばかりだったんですね。4号と言われるサイズ、4号、だからあのセンチにするとかける大体3なんですよ。12センチ、ボディで12センチ以上のものが多かったんですね。でも近年そのロッドの進化、ラインの進化、リールの進化によって、軽量なエギでも動かせるように、キャストしてもきちんとアクションできるようになっていたんですね。そのため現在ではエギのサイズも、この小さいものでは2号、大きなものでは4号とあるんですけど、基本的なサイズは 2.5、3、3.5 です。この現在その多彩にあるサイズの中で、どのようにそのサイズを選んでいけばいいか、これ実はその2通りあって、一つはイカのサイズにエギを合わせる、いわゆる彼らが食べやすいサイズ、体に対して食べやすいサイズの大きさにしてあげるということですね。もう一つはその釣り場の環境に合わせる。エギのサイズが小さければ自重も軽いので沈む速度がゆっくりになります。大きければ遠くまで飛ばせて沈みも早いので、その深い場所や潮流の速いところを攻略することができます。なので水深またはその潮の速さによってこのサイズを選ぶことも可能です。その日本古来の疑似餌、エギから現在のエギを使用したエギングへ、その伝統を漁具した漁法からレジャーの釣りへと進化したエギング、今回はそのエギングで使用するエギのルーツ、歴史背景についてご説明いたしました。次回はそのエギングで必要なタックル、道具、そして装備についてご紹介いたします。